皆さんいつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっと事前にね作ってた生地をね、ちょっとこのタルトのね型でね、ちょっとピザ生地を作ってですね、具材を入れてね、チーズたっぷりでちょっとピザを今日は食べたいと思います。使う材料ですね、チーズ、カマンベールチーズ、トマト、もうこう事前に切っておけるトマト、ウインナー、ピーマン、あと生地ですね。はい、これはこれからちょっと伸ばしていきたいと思います。はい、それでは作りたいと思います。今日はねもうこちらのこの二次発酵終わった後のね生地からちょっとさせてもらうんですけど、以前の動画でねピザの位置からの作り方もね載せてますので、ぜひそちらをご参考にしてまた作られてみてはいかがでしょうか。はい、今日はもうこちらからスタートします。はい、こんな感じでね伸ばしてね、このタルトこれに乗せようと思います。ちょっと容器になるような感じで、はい、そしたら具材を入れていきたいと思います。まずねピザソース、はい、こちらもねまたちょっと作り方をね次回にでも出そうと思います。めちゃめちゃ簡単なので、はい、はい、これぐらいでね、ちょっと多い目で、はい、で具材をね乗していきます。ウインナーとかもめちゃめちゃ多い目にしてます。これはね本当、具材は別にお好みなので何でも OK です。こんな感じでね、はい、でまた上からねこれをベールチーズはねこれ1個ですね、はい、100g、まあ、手ちぎりでこれでちょっと焼いていこうと思います。あと香草ソース、オリーブオイル、はい、はい、事前に予熱しておきました。250度でこれから、先ほどのねピザを焼いていこうと思います。約6分ぐらいでね焼いてください。はい、ピザ焼けました。めちゃめちゃボリューム満点で、はい、ちょっとこれを、下のをちょっと取ります。ほら、はい、切ります。もう6つぐらい、はい、そしたらピザいただきたいと思います。うわ、いただきます。うん、ごちそうさまでした。今日は 300g ぐらいのチーズを使ってピザを作ってみました。美味しかったです。この概要欄の方に、ピザの作り方とかものも載せてますので、はい、またご参考ください。また次回も